ってきた。お昼休みはの歌ちょっと飲み物作ってきてね。誰がよ。はい、ということで、どうもどうも。始まってんの？始まりました。今ちょうどねえ、こちら、いや嘘じゃないですよ。なんだよもう急に呼び出して。待ってたでしょ。結構な雨だよ今日。結構な雨の日に。なんだ。何なんだよ。いやいや、もうありがとうございます。もう大体、どこなんだよ、もう大体。いろいろ、もういろいろ、いろいろあるわ。もういろいろ、もう、いないでしょ。ツッコミどころ、ツッコミどころが、ツッコミどころ何もないっぱいあるわ。もう、いやね、だって何ですか。何でしょう、何から話すんですか。だってもう、一番落ち着く感じでしょ、この並びと。まあまあまあ、並びはね、まあ、なんだかんだ別に、イレギュラー感はない。ないよ、ないないない。ない。ない。全然ないそう。ないけど、今までやってたところと場所が違うじゃないかみたいなところもあるしね。しかも今日はパルじゃないわけですよ。そう。パルじゃないんですよ。ボアの。ボアでしょ。ボアの。ボアなんですよ。ありがとうございます。いやいや、どうなんですよ。これで、なんで、パルセロも卒業でしたっけ？いやいやいや、あっちがメインでしょうよ。番組がなんか終わって、メインでしょ。番組終わってないよ。番組終わってないし。ええ、終わってないですし。やめたとかそういろいろありますけど。ないですよ。だからそのまま番組。ああ、俺ら、そうじゃない。あいつに雇われてたわけじゃねえ。あいつに俺ら雇われてた。あいつメインでやってた番組じゃねえし。全然違うんすよ。メイン。あれ、中澤昌司プレゼンツじゃねえから。スポンサーがついてほしいもんね。そうそうそう。すいませんね。いいんですよ。そうです。そうです、今や。ね。そう。あ、なるほど。F チャレンジリーグ。そうなんですね。ただね、僕ら我々呼ばれましたけど、全く何も知らないんでね。そうそう。よく分かってないですよ。よく分かってない。そうそう。私、知ってます？この、このおっさん、本当、阪神ファンなんですよ。そうです。嘘でしょ？そうです。パルセロもそんなですからね。で、サッカーも、やっと3年目にして、ようやくね。なんとなく覚えた。なんとなく覚えたぐらいですから。そうです。やっぱりこれで卒業して、いや、だから、フォアルセンターで。まあ、そのあれかもしれないでしょ。まあ、わかんないですけどね。わかんないですよ。それはわかんないですけど。あまりにもすごすぎて、フットサルがね。そう。だから、このおっさんにもサッカーようやく覚えたときに、ここにまたフットサルってまた新しい、なんだろう。スポーツをね。なんだと思う。教えるというか。そうです。じゃあ、ちょっと、賑やかしてるでしょ。賑やかしてないですよ。賑やかしてはないよ。フォアルス長野って言えば、最近なんかさ、ざわざわさしてるでしょ。あんま聞かないんですよ。正直。正直。聞けよ。そこの電波もっと張っとけ。ああ。なるほどね。じゃあでも、そんな中、俺一人で喋るってあれだから。うん。そこね。そうそうそう。やっぱりほら。そうそう。いや、ね、結局、フォアルス、今回、今年、今シーズンからね、ちょっとこう、思いっきりこうね、発信していくと。はい。ね。そう。で、我々はね、どうし近いから、なるほどなって見てますけど、もっとね、そう。伸びしろあるわけですよ。まだまだ。そうですよ。届いてないところがあるはずなんですよ。そうなんですよ。それをね、今日、この、インターネット配信ね、そう。YouTube ライブを駆使してですね、そう。そう。全世界の人に。全世界の人に、ゆるく伝えていくっていう。そう。ゆるく。そうなんですよ。世界一ゆるい。世界一ゆるい。そうそう。最高です。難しいこと言われてもわからない。そうそう。最高です。大体みんなそうですから。そうです。今日も柔らかくね。そうです。もうフットサルとは何ぞや。いいね。F チャレンジリーグとは何ぞや。知らない人、だってフットサルのルールとか知らない。知らない。知らない。知らないですし。ちゃんとわかんない。まず、ボアルースがわかんないですから。そっからですよ。そっから、そっから。ボアルース長野とは何なのかと。この皆さんにとってどんななのかと。うん、すげえぞ。うん、やばいぞ、このチームっていうところをね。いいね。ほら、いいでしょ？ワクワクして。そう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 。もうね、もうボアルースしたらね、もうワクワクすることいっぱいしたいから。ほら。そう、野望がいっぱいあるわけでしょ？企画だったらどんどん持ってきて。なるほど、なるほど。そうそう。基本的にもそうそう。何でもやっちゃう。もう、だからもう、何でもやっちゃう。ドバッシがいつも、飲み屋のカウンターで話してることを今日全部話してもらえばいいから。俺も。言えないってことだ。言ってよ。言ってよ。もう言っちゃっていいから。大丈夫です。その辺ももう、やっちゃうっていうところが、ボアルーさんだったら。それやりましょう。はい、という。あれ、タイトルとかもあるんでしょ？ありますよね。決めましたよね。だから、とにかくタイトルコールから行きましょう。え、何書くんですか？え、何ですか？あ、もう呼べってことですか？
カメラがそこになります、ね、始まりはあるの、ほらどういう感じで始まるの、ほらあのー、ら番組の手みたいな感じで、そうですよ、だから歌いながら出てきてもらっていい、いやいや俺ら歌うのは他の、あの、まあ、控えてるのがいるからね、あまあまあまあ、じゃあもうタイトルコールしましょう、覚えてます、覚えてますよ、あよかった、いつものやつでね、そうそう、いつもの例の、そうそうそう、例のやつじゃないですよ、だから例のやつではないですもん、全員集合じゃないからね。あれじゃないですから、ね、全員は集合しないですよ。そうそうそう。別番組ですから、あくまで。これは。練習しよう、練習。ちょっとどういう感じのスタート、いやいや、あの番組っぽく言うとすれば、ワッシーがあのカメラに向かって、ワルスでって言ったら。ああ、なるほど。そしたら我々が、いいと思うっていうわけでしょそう。っていう形でしょそう。それね。うん、そうそうそう。オッケーオッケー。まずそうじゃないと始まらない。そこから行きましょう。どれ？あちら、あれですね。あれあれ。はい。ワルスで、いいとも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 ろ、素晴らしいですね、この感じね、いやすごいな、人気番組の名前をパクるっていう、うん、そうそう、あれをね、あの下地だけすべてそのあの下地だけで、すごい、ワルスでいいともというっていうところでもう早速ね、うん、このクラブの言葉って言ったらやっぱりこう社長をね、そうですよ、お友達を紹介してもらって、もうショッキング、最初のお友達どうぞ、お友達なんて言えるのか、そうですね、社長、社長どうぞ、ちょっとね来てもらって、はい、はい、どうぞ、社長。見てこの自由感ね、はい、もう電話しながら入っていくのは忙しい、忙しい、もう誰とも喋ってないでしょ、誰とも喋ってないでしょよ。いや、呼ばれ、呼ばれ、誰と電話してるんですか、ニューヨークととか呼んでください。ニューヨークとか。ニューヨークと今、忙しいですよ。まあ、僕のクラブを語るって言ったら、もう、社長がね、はい、始まんないんで、お茶置いたって。先にお茶、飲み差しのやつ。そうそう、忙しいから、もう先にお茶置きましたけども。誰なんですか、あ、そうそう。自己紹介、お願いいたします。自己紹介。はい。お自己紹介誰か紹介、だって、どうやって紹介したいんですか、だって、まずそうじゃないですか。だね、言ったら、うん、皆さんは僕が変わったってのも分かんないってことですもんね。そうだわ。そうやわ。ね、うん、そうだよね。うん。ひょっとしたらそうかもしれないですよ。逆に自己紹介。あ、我々もしてないのか。そうか。俺は中澤の代わりなんだもんね。いや。グッズ紹介してよ、じゃあ。グッズの人じゃないですから。うん、ボアネット。ボアネットだね。ボアネット。いやそっか、自己紹介しなかったです。じゃあ、そう、改めまして、私、今日 MC、ダイナマイトマンダムです。よろしくお願いします。最近有名な。そうですよ。いや、本物のラジオに出てるでおなじみですよ。本物の。本物の。そう、そう。本物のラジオでおなじみですよ。有名なっちゃう。どうも。権藤で飲食店やっております。ダイナマイト関西っていうね、お店やってますよ。いや、ダイナマイト関西って人じゃないんですよ。そうですね。そうそう。コテツです。はい。よろしくお願いします。私でいいですか？そうですね。そうですね。ゼネラルマネージャーをやってる土橋です。よろしくお願いします。GM。ほらほら、なかなか。やっぱね、ちょっと安定感がね。まあまあまあ。じゃあ、ボアルス長野の社長をやってる若林純平と申します。はい、純平さん。社長。ということでね、もうすごいですね、GM に社長も出るという、そうですよ、この番組の本気度、2人がもう率先して出たいって言ってるんですか、そりゃそうでしょ、だって皆さんにね、率先してですよ、ボアルストアっていうところ、社長との意見も一致して、そうなんです、もうその辺なやってるようなクラブと同じことやってるとダメだと、確かに、面白く、いろんなとことコラボしてやっていくっていうのは、もうこのクラブの賛成ですね、ああ、素晴らしいですね、開幕戦もいろんなところとコラボ、あ、なるほど、企画見ました、え、なんですか、見ました。トークイベント。ああ、各いろんな長野で活躍するスポーツチームの人たちが来るという。カーリングの、はいはい。ザクラブね。そうだそうだ。もう、ピョンちゃんね。山鹿の人が来たり。松本山鹿の鉄道を呼びたかったんだけど、ガチャに。まさか。ああ、なるほど、なるほど。なるほど。なるほどね。残念だ、残念だ。残念だ。大丈夫ですか、それ。大丈夫ですか、出たかった。ブレイブウォリアーズの高藤差し置いて陽介ああなるほどあそっちの方ねなるほどなるほどなるほどね高藤は残念があるなるほどそっかそっかなるほど各クラブチーム一人だったんですねなるほどあチームでみんなチョイスされた人たちがそうそうそれぞれのねこの人たちがいいっていうことでそうそうそうでも意外にありそうでやっぱなかった企画じゃな
ないないないです。自動に返す。なんだっけ、人権なんとかみたいなので、ほら、やったじゃない。ああ、ありました、ありました。ね、あれ、CM、ね、やってたでしょ、ね、CM だったけど、こうやってトークショーっていうのはなかなかなかった。何しても社長含めてもそういうコラボしてやっていこう。なるほど、なるほど。いうところで、あの司会はね、MC は、ケイナラ、ミスターシャーマン。ミスターシャーマン。ミスターシャーマンでおなじみ。そうですね。ケイナラの方だけど、そう。すごいですね。ミスターシャーマンさんがね。ミスターシャーマンさんじゃないよ。名前になっちゃった。名前になっちゃった。ミスターシャーマンさんじゃない。三井純ちゃんが、まあ、ブレイブウォリアーズに続いて、チーム MC として。おあ、そうなんですね。絶対面白くなること間違いないですね。何せ開幕戦ホワイトリングですもんね。ホワイトリングでしかできないんです。大丈夫ですか？できないんだ。そう、レギュレーション上ホワイトリングしかできない。あ、そうなんですか。それを F チャレンジリーグはってことですか？あの冷暖房完備じゃないといけないんですよ。あ、なるほど。氷の上でやるってことでいいですか？なわけないよ。そういうとこから。わからないんで。違う違う。そういうとこから、そうなんです。そういうとこからもう。そんな。下げてそれはわかるか。ツルツルのツルツルの頂上の格闘技ではない。ねえ、そっからじゃなくていいですか。ある程度はね。もうちょっと。ある程度。もうちょっと。こうやってね。なるほど。そう。ボールを使ってやるんですよ。その辺はね。じゃあもう早速ですけど、このまあサッカーね、割とサッカー熱もね、いろいろとこうこの長野も上がってきた中、サッカーとこのフットサルっていうのは。こうどの程度、このボールをね、こう今、淳平さんお持ちのボール、見た目はちょっと小さいですね。あ、でもやっぱ普通よりは一回りちっちゃい。あ、どのぐらい小さいかは、後でこう比較するとよく分かる選手が一人いるんで。あ、選手で分かる。選手で分かる。これが大体サッカーボールの。あ、なるほど、なるほど。なるほど。それと比較すれば分かる。それと比較すると大体、あ、ちっちゃいんだな。なるほど。まあ、見た目はね、サッカーボールですけども、一回りちっちゃいと。だから、やっぱ違うわけですよね、サッカーとは、要は。全然違う。全然違う。まあ、よく言われるのは、ミニサッカーってみんなね。あ、ミニサッカー。表現するじゃないですか。言います。まあ、それに近いんですよ。近いんだけど、その競技性の違いをいろいろ知ると、やっぱりね、すごく違うんですよ。すごく違う。すごく違う。まず、だって、サッカーは基本的には外でやるスポーツじゃないですか。そうですね。フットサルって基本的には中なんですね。なるほど。インドは、屋内なんですね。で、コートの大きさが違いますよね。違う。ボールの大きさも違う。ゴールの大きさも違う。プレイする人数も違います。ああ、もう全然違うんすね。なるほど。そうやって考えていくと、いろいろあって、ルールで言ったら、例えばサッカーでスローイン。ありますね。フットサルだとキックインですからね。あ、そうです。ライン上にボールを。そうなんだ。そうなんだ。キックで中に入れると。そう。全然違う。じゃあそういうところですね、あちらにホワイトボードを用意してありますので。今日は、そうですね。あとでですか？今ですか？今もうやりましょう。まず一番初めにね、その辺やんないとわからないので。じゃあちょっと、誰かに。ピッチの大きさを書かせよう。じゃあさ、よし。鉄平とふみでさ、サッカーとフットサルって書いて。違い。競技の違い書いて。いろいろあるだろ。じゃあ、鉄平は、フットサル担当ね。で、ふみきはサッカー担当。青いペンと赤いペンだよ。で、ちょっとしばらく書いといてもらいましょうか。違いを書いて。ああ、なるほどね。じゃあ、ちょっと。できるかな。ええ。もう全部使っちゃってください。あの、人数です。そうですね。藤森はもうちゃんとしてできると思うんですけど、あとの2人はちょっと。あと2人がね。今ですね、そちらの方で、サッカーとフットサルの、いちごさん、ホワイトボードを映してください。違うよね。ごちゃごちゃっと。映るの？映らない？ホワイトボードを映して。ああ、そうそう。今、選手が。待って。これ今。今、急に履けましたけどね。なんで急に逃げたの？今、書いてるのか、いろいろ。今日、カメラ何台仕込んでんのこれ。これ今、3台ウィーでございます。贅沢な作りですね。そうそうそう。もうなんか気持ちはやっぱもうボアルスに乗っかってきてるでしょ。そうだね。我々もそうだね。バルセロの時いつもカメラ1台だもんね。まあわかんない。ボアルス3カメだもん。3カメでやってますから。我々はね。しかも、本当にこう。バルセロの場合はアンバサダーとグッズ販売担当者しか出てこないじゃないですか。そうですよ。ボアルスの場合は社長と人事が出てくる。そして選手も。選手も。監督も。監督も。監督もこの会場にいます。お金出しますよ、うちなんで。監督さっきお昼ご飯食べた後にお腹痛くなって帰るみたいな感じで。ああ。すごくないですか？すごい。今日もイベント行ってね。うん。あ、どうだったんですか、今日。駅前。
ちょっとあいにくの天気だった。ああ、まあね、でもね、何人かやっぱりお客さん来てたんで、その中でこう選手たちが、ね、PR させてもらったりとかね、できたんですね。基本的にはもういろんな地域に出てきますよ、ね。まずね、まあルールもあれですけど、うん、まず何ですか、ボアルースってどういう意味なんですか。まずボアルース、ルース、うん、名前。そう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 。名前はですね、まあやっぱり信州といえばというところは、おボアっていうのはね、良い、スペイン語で良いっていう、良い、はい、でルースっていうのは光っていう、お善光、あ、善光寺さんの善光、良い光が、これがサポートしてくれる皆さんに降りますようにという、あらら、そういう意味で来ちゃった、来ちゃった、吉光ってことだよね、吉光、吉光、なんで音読みにすんの、全校で吉光寺ですか、今橋浦が入ってきました自由な空間、自由な空間です、移りたがりだから、そうかそうか、でもジャージがちょっとね、あのマジパツな生臭い、下半身は臭いです、いやいや、だからロゴのところに鳩がついてるんですね、そうなの、ついてません、ついてないですね、全校寺さんのあの鳩みたいなのついてない、あの変額ついてないですね、鳩ついてないです、そう、あの変額ではないんだけど、これは、うん、あの昨年のバージョンのというか、僕が株式会社する前のバージョンのエンブレムなんでちょっと違うんだけど、今のエンブレムはこれを見てもらうと分かると思う、あの後ろ、そう、屋根になってますね、光ってる、一番上が信州が屋根になって、善光寺さんが、おお、ほんとだ、うわぁ、屋根になって、あ、すげえ、はい、そうなんです、あの本堂の、はい、国宝の本堂のあの屋根、そうです、だから、まあ、松本城でもあり善光寺でもある、あ、松本城のあの、そう、屋根も、まあ、ちゃんと入ってるわけですね、要はそういったね、あの建物の日本家屋の屋根と、はいはい、そのボアルース長野っていう文字の後ろ側はアルプスなんですね、うん、はい、本当だ、山ですね、山が、あります、あります、やっぱ信州といえばアルプス、お、うん、そして長野県全体が良い光で光っています、あ、光っていますね、まあ、うちのクラブのこのエンブレム、いや、うわー、聞いてみるもんですね、そうですね、いや、すごいすごい、いや、深い、このエンブレム。適当に作ったんじゃないですね。あの、ヒューちゃんが作ってる。ヒューちゃん。ヒューちゃんが作ったんですね、これ。ヒューちゃん。あのヒューちゃんが。ヒューちゃんが。あのヒューちゃんが。キュリのヒューちゃんみたいなだけど。すごい。この横の稲穂のようなもの、これ何ですか？まあ、それは、あの、なんていうか、月桂樹ですね。月桂樹？チャンピオンになる。チャンピオンを目指すの。目指す。まあ、ほら、オリンピックでさ、こう優勝するときに月桂樹かぶるじゃん、かぶりますね、そういういわゆる、まあ、頂点を目指す月桂樹なんだね、いや、深い、とにかくこのじゃあボアルース長野っていうこと、長野っていうのはこの信州というか長野というか、そういうことです、はぁ、やっぱりね、信州全体で応援してもらえるようなクラブになりたい、なるほど、まあ、これもあの実はボアルース信州っていう名前にしたかったんだけど、あ、はいはい、レギュレーション上の問題がありまして、 あるんです、そのいわゆるホームタウンの名前を入れなきゃいけな い, っていう、あくまでホームタウン、そうなんです、だから、まあ、あのそれの例外が北海道だけ例外なんだけど、北海道だけは北海道という名前がついてる、それ以外のところは全部なんとかかんとか白山とか全部その都市の名前、都市の名前を入れなきゃいけない、なるほどなるほど、だからそういう意味で、まあ、あの本当は信州と名乗ったよ、はい、というところなんですけどね。なあ、うん。とはいえ、まあ、長野県ですからね。そうです。まあ、そうそう言ったらもう全県、カバーする名前でもあり、なるほどね、そういう志であると。そういうことです。感動したでしょ。感動しましたよ。考えてあるんですよ。そうなんですね。びっくりしましたよ。もうこれであれだね、もうどっぷりボアルースファミリーの一員だね、もう。いや、ちょっと上がりましたよ。もう今ね、ちょっと気持ちがね、ぐっと。ちょっと、ちょっと。隣のおじさんぐらいまだ来ました。家族までは、なるほどね。まあ、ぜひずっとその距離で。隣のおじさんの、まあ、逆にね、隣のおじさん、逆にあくまでね。隣のおじさんの感じでね。むしろそういう距離。あ、逆にね、逆にクラブ側からのお願いですね。その距離でお願いします。レギュレーションが、レギュレーションが、レギュレーションがもう、そう、レギュレーション出てきますね、今日ね、なかなかね。おでちゃんね、あの、会社に入ってくるギリギリでしたもんね。止められそうになってね。あ、なるほどね。見た目がちょっとね。ああ、やっぱありますからね。で、知り合いですって言ったんですけどね。社長がスッと言ってまうから。マルサのセキュリティ硬い。セキュリティ硬い。
なるほどね。深いでしょ。そんな意味合いが、そんなボアルースは何なんですか。どこ、なんかいるわけですか、カテゴリー的には。街のクラブなんですか。そう、だから F チャレンジリーグという。F チャレンジリーグ。まあ、これ F チャレンジって言ってるわけですから、はい、チャレンジしてるわけですよね。そうですね。これは どういうチャレンジになってるわけですか。将来の F リーグ入りを目指すということですね。うん、F リーグっていうのはもうそのとにかく日本最高峰の J1。J1 のリーグがあると。そうフットサルの J1。そう。それを目指すチャレンジリーグ。そういうことです。言ったら、じゃあこのチャレンジリーグで優勝するとどうなんです？あのね、そういうやつじゃないんですよ。あ、また違うんだ。サッカーは明確に J1、J2、J3、うん、JFL、うん、地域リーグっていうふうにこうカテゴリーがあります。なってますね。フットサルは F リーグが頂点にいるんだけど、うん、その下のピラミッドっていうのはまだできてないんですね。あ、なるほどね。で、そのピラミッドのその下をこれから作っていこうという中で、うんうんうん、F チャレンジリーグという新しいカテゴリーができて、はい、将来の二部制だったりだとか、いろんなことを目指していくということらしいですね。おー、なるほど、なるほど。まあ、どうなるかはまだ発表されてないんでわからないんですが、うんうん、まあ、いずれにしろピラミッドを作っていくと。要は、下で競技してる人たちが上をゆくゆくは目指していけるような環境を整備したいというのが、まあ、考え方になるらしいですね。はい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 、はい。まあ、ですから我々は今年は F チャレンジリーグというリーグと、北信越リーグという2つの地域リーグと F チャレンジリーグと2つ戦うような形。ちょっと複雑なんです。そうなんです、ね、2つのリーグを戦う。なるほど、なるほど。で、北信越リーグはもう開幕してるんですよ。そうですね、もう始まってますよね。4試合終わって、うん、まあ、一応4連勝で。4連勝。首位はして負けなしで今のところ。で、この F チャレンジリーグっていうのが、この7月8日土曜日に開幕する。新しくね。そうでね、開幕する。そうなんです。北信越っていうことは、その北信越エリアのクラブチームで、まあ、戦ってます。そうです。F チャレンジリーグとなると、これは、どのエリアというか。全国。全国ですか。島根、広島、広島、あと宇治、はい、あと石川、うん、名古屋、名古屋、神奈川じゃない、東京、町田だから東京、あ、東京、あと東京2チームだね、だから、町田と隅田と、全国広いですね、そうなるとね、島根だ、そっちはすごいな、だからそっちも遠征もあったりするんでね、そう、そらそうでしょう、アウェーもあるわけですね、そうなんですよ。大変ですね。で、基本的には今シーズンは北信越リーグと F チャレンジリーグの2つのリーグを戦うんで、うん、ホワイトリングで土日開催なんですよ。なるほど。土が F チャレ、うん、で日曜日が北信越リーグ、そういう開催の方、はい、日も出てくると、うん、いや基本的にはホームゲーム F チャレンジリーグの翌日は北信越リーグ、おほう、毎日2日続けて、毎回、そうそう、2日見れる、大体そうなるんですね。お得です、お得です、うーん、お得だ。しかも2日目は無料です。無料。あ、無料なんです。ええ。チャレンジリーグは有料なんですけど。あ、なるほど。チャレンジリーグは無料なんです。あら。で、出入り自由で。そうです。はい、出入りも自由で。もちろん自由。すごい。そうなんです。ですからね、そろそろ、うん。まだですね。さあ、まだね、結構ね。どうやって応援したらいいんですか。現役選手。どうやって見たらいいんですか。じっとフットサルは。じっと見てたらいいんですか。体育館でしょ、体育館ですね。スリッパとか持っていった方がいいですね。いや、土足 OK。土足 OK。土足も OK。そこはね、もう土足 OK。コールリーダーみたいな、空いてるよ。空いてるよ。うん、ちょっとまあ。考えます、ね、年齢と体力で、ね、そうですね、ちょっとレギュレーションが、ね、レギュレーションが問題がね、うん、いやでも言うようにね、もうアウェー本当広島島根まであるから、そのクラブとしても基本的にはこうね、うん、応援してくれる企業さんとかをつけて、はいはいはい、ちょっと一号さん選手たちの背中を映してもらっていいですか。背中にああやってスポンサー名がね、うん、入ってるわけですね。あ、出た、うん、ちょっとちっちゃいか、前向いて、前フジモン前、そのままこっち向いて、顔を見せてください。顔を見せてください。顔。はい。あ、前にも。前にもこうやって。お、すごい。これユニフォームですか？これ練習、練習。練習着なんですね。練習着屋のスポンサー。まだスポンサー枠いっぱい余ってますね。そうですよ。まだ、そうなんですよ、まだいけますね。だからもう、耳なし法1ぐらい。あと200社ぐらいいけますね。そうそう、もういける。
つめつめで。すごいっすね。ぜひ。そう、こんな形でね。200社集まってだいぶ楽になった。ね、だいぶ楽になった。今で250ぐらい。そうだね、今50社。あ、でも50社。でも、まあ、200を目指して、ね、スポンサーを集めてやっていかないと、遠征だとか、ウェアとか、いろいろ試合の上とか。大変なんですね。そうなんです。名だたる企業ね、地元企業、ね。そうですね、本当にね、あの、たくさんの企業に応援していただいて、ありがたいです。ただ、まだ、空きが200社ほどあります。若干ね。なるほど。これ200しかない。企業の皆さん。ぜひぜひ、ぜひぜひ。企業の方、いつでもご連絡お待ちしてます。ということでね。金さえあれば、個人でもいいですか？あ、もうそれ。金さえ払えば。そうです。金さえ払えば。こてっちゃんでもいい。あ、それもいける。個人名でも。それもいけるということでね。こてっちゃんっていう表記が。レギュレーション。レギュレーションがね。レギュレーションいろいろありますね。すごいですね。すごいレギュレーション出てきちゃう。なるほど。そろそろいいんじゃないですか。さあ、どうでしょう。お、だいぶできてきました。だいぶできてきた。上からちょっと見ていきましょうかね。はい。押してください。ちなみに、あの、選手たち自己紹介。あ、そうですね。ちょっと、まあ、先に。はい。実はですね、今これね、まとめていただいたの皆さん、現役選手でございますんで、選手、それぞれ自己紹介ね、していただきたいなと思います。カメラがですね、今、はい。あ、ありがとうございます。こちらです。どうも。お天気キャスターみたいな。あ、いいですね。こんにちは。あ、いいキャラクター。いい、いい。歌のお兄さんみたい。そうですね、いいですね。ボアルス、長野、14番の、現役大学生、原島美希です。大学生。大学生。へえ、若いんだ。若いです。お母さんとかに人気出そうですね。これ出るね。だってもう、入り口が本当にお母さんと一緒の。そうですね。お母さん枠で。若い女の子には人気が出ないってこと？そうです。まあ、ちょっと、そうですね。だから、お母さん。まあ、幼稚園、小学校。塾女ですね。塾女、そう。ちょっと前。塾女ちょっと前ぐらい。ちょっと前ぐらいですか。ちょい前ぐらいの。30代半ばまで、ぐらいの方に。実際どうなんですか？あ、まあ、セーフです。30代仲間。まあ、セーフです。受け手としてね。受け手としてね。俺はいけるぞということでよかったですね。大丈夫ですよ。ふみきっていうんですかね。ふみくん。いいキャラ。ふみき。いいですね、14番。ふみきはね、都市大塩尻出身なんですね。お、出ました。都市大塩尻出身です。都市大時代はサッカー。サッカーも。サッカーです。都市大塩尻強いですよね、サッカーね。はい、結構まあ。ねえ。それで信頼って年代は信頼から信頼に行ったっていう当時はどれぐらいの成績やったんですか高校時代はいサッカーですか、はい、自分の時は準々決勝ぐらいでポンってはいあボンっつってねボンっつってボンってボンってボンってでもすごくないですかうん現役大学生ですよ。そう、びっくりした。しかも、都市大塩尻から受験して新大に入る。なるほど。センター試験で。センター試験で。え、学部はどこなんですか？教育学部です。教育学部。やっぱ先生目指してるんですね。保健体育。保健体育ね。目指すって。そんなピンポイントなの？いやいやいや。いやいや、まああるから、保健体育。教員に。あ、なりたいのかな？なっと、卒業後はまたまだ教員にはならないんですけど、フットサルを。お、そこだよね。もう聞きました。今びっくりしちゃった。そうなんだね。やります。いや、先生ではなく教育学部。ボアルースに。ボアルースとは言ってないです。ボアルースとは言ってないですね。そう。まだチームいっぱいあります。まだチームいっぱいありますから、それは。そうなの。チーム行きます。そう、ボアルースって言ってる。ボアルースで。ねえ。はい。ボアルースでやりたいと思います。え、今何年生ですか、ちなみに。4年生です。あ、じゃあもう完全に教育学部だね。はい。話だよね。もう。4年生って言ったら、そう、だって、普通だったらもう就職活動とかさ。いやもう。大変でしょいやでも。ボアルース愛がすごすぎて。フットサル大好きで。なんならもうこれが就職活動みたいな感じですかいやもう。ボアルースプロ。プロ化。プロ化。うん。まだプロ化してないけど。あ、してないんだ。そっか。みんな働いてるんですよね。学生だったり働きながら、うちのキクラブでプレイしてるんです。そこ重要ですね。練習時間教えてやれ、みんなに。そう、どれくらい？そうそう、練習時間、夜の21時から、うん、9時。23時半までで。え？ん？もう一回いいですか？まあ、9時から、夜9時から、11時半まで。夜の11時半まで？はい、練習時間なんで
ですよ。してます。うちの営業時間みたい。夜9時スタート。夜9時スタート。うちの営業時間と一緒ですね。うちの雇う。同じ。5時まではやってないけど。さすがに。夜中まではさすがに。5時まで。そうですか。それでも。すごいな。すごい。それを週に週に3回。3回。週3。それは選手がやってると思えなきゃできないよ。できないよね。だって昼間は普通にね、寝台あるわけですよね。はい。昼間は普通に大学生してるわけでしょ。まあ練習ない日はあのスポーツジムでトレーニングしてあのバイアルバイトとか。アルバイトもあんだ。そうだ、アルバイトしなきゃいけないですもんね。はい、学生だしね。アルバイトやってフットサルの選手やってる。三足のわらじ。もう三足で。いやいや、そういう感じですよね。でも選手みんなそういう感じでしょ。もう一人ね、働きながらやってるやつが今日来てるからね。あ、ちょっと院長先生、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 院長先生。じゃあ、じゃあお願いします。はい。院長先生。背番号22番、藤森哲也です。はい。藤森です。藤森。藤森。藤森。元パルセイロのトレーナーさんですよ。元パルセイロのトレーナー。だから僕ら選手の時テープ巻いてもらったりとか、ちょっと藤森、ちょっともも裏がって藤森が、ちょっとヒロさん見せてください。へえ、情報が合ってますね。そっか、そこで、それで委員長なんだ。そう。委員長。ってことは？パルセイロを辞めて、今はね、長野市内で、多数一接骨院っていう、接骨院経営してます。経営されてる。はい。開業したんです。開業した。で、委員長先生。委員長先生。だから委員長です。すごいね。22歳にして委員長先生ってことですか？22番。22番。誰が22歳って言うの？22番ね。いろいろ入れ替わっちゃったんですけど。それでも委員長先生すごいですね。しかもあれですよ。サッカーの名門、藤枝東高校出身ですから。出ました。へぇー。松尾です。松尾学園出身で、彼は、地元に、もともと、藤枝出身。藤枝出身なんですね。藤枝どこだっけ？松本っす。あれ？お前違ったって。情報が。あれ？社長。大社だ、大社。社長。うん。大社と混同。松本です。なるほど、なるほど。それで、松尾出身で、長野県出身。そうそうそう。長野県出身。ま、松尾時代もちろんサッカー部だったんですか？はい、そうです。サッカー部で。名門だわ。うん。薩川監督だった時代にからトレーナーやってて。おー。で、もう、薩川がいた時は、練習試合っていうか、紅白戦いつも藤森出てましたからね。あ、自ら出てたんですね。トレーナー。トレーナーなのに。トレーナーの人がいなさ、人数が足りなくて。ええ。トレーナーの方に出て、しかも、現役の選手をチンチンにする。あ、な、マジっすか。キュッキュッつって、結構いい切れ味するんですよ。それすごいっすね。じゃあ、そういうような形で。ね、そのなんだトレーナーやりながら出てもいたけども、でもこうやってボアルースでもちゃんと選手としてってやるとまた気持ち違いますよね。そうですね。でもまあもともとフットサルはやってたので、まあその新規にじゃないですけどやってたので、まあそれでまあそのチームを作るってなった時にそこから携わらせてもらって。面白い。はい。すごくないですか。いや、すごいですよ。だってね、いつもパルセロにいる時から。フットサルしに行きましょうよなんて二人で。それは遊びの、遊びのね。上、遊びで。でも本人はもうずっとやってたから、好きなわけですよ。そういうことですね。で、バルセーロを離れて、まあ、開業しますって言ったら、まあ、時間も少しね、できて。で、バルースのちょっとトレーナーもやりつつね。はい。チームのトレーナーもやりつつなんですね。今、そうっすね。やってくれてるんでね。すごい。まあ、もちろん、プレイヤーとして、まずやってるけど。やってる。そうそうそう。テーピング巻いてくれたりとか。これでも何ですか、そのまあその F チャレンジリーグだったり、まあ北信越でもいいんですけど、いろいろチームいる中で、このトレーナー兼選手っていうのはどうなんです？どうなんです？どうなんです？どう、あ、見た中でいなかったですね。いないでしょうね。じゃあいないでしょうね。いないでしょうよ。どっかにいますよ、そういうトレーナー兼選手いないでしょうよ。いない。じゃあ、まあ、日本初だね。日本初だ。いいですよ。これ、こうしましょう。日本初。それで売り出しましょう。トレーナー兼選手。だから、自分がトラブった時どうするのかっていう。そうですね。そうですね。あ、痛い痛いって言って。やっぱ、これ、そうですね。自分で自分を。日本初の。占い師の人は自分のこと占いなって言いますからね。そうそうそう。その中ね。トレーナー、自分でどうなるんだろうっていうね。
そうですか。え、今までそういうシーンはなかったですよね。今のところ、そうですね。今のところはちゃんと。でもね、怪我しないよね。まあまあ、さすがに。そういう仕事柄。見た通り体がっちりして、ね、しっかりされてる。もう少し体重落としてほしいっていう話ですね。あ、そういう面もあるんだ。ちょっと、はい、そこ課題かもしれない。いや、でもね、最近かなり絞れてる。そうだね、だいぶ細くなった。この間のトレーニング、キレッキレでしたからね。僕この間トレーニング行ったんです、うん、まあなんかあれみたいな開幕戦の時はね、あの北信越リーグのホーム開幕の時は藤本もうちょっと痩せた方がいいなって話してたもん。 あれからたった半月ぐらいだよな。そうですね、そうですね、結構見れてます。じゃあこのシーズン中の中 で、 楽しみです。だんだんこう進化してるということでいいんですよね。まあそうですね、選手たち本当に非常に伸びてますよ。うん、まあうちには何と言ってもいい監督いますから。なるほど、いいトレーナーいるしね。トレーナーもね。そう、そういうことです。委員長がトレーナー、委員長、それはでもすごいことですね。日本初トレーナー兼選手としてですね。面白い。面白い。いいですね。じゃあもう一人また呼びましょう。はい、ありがとうございます。はい、静かに入ってきました。で、ペちゃん。はい。若い感じするでしょう。お願いしますね。27番のアリテペです。はい。はい。デンペちゃんです。デンペちゃん。お願いします。それから新加入でね。新加入。そう。入ってきた選手なんですよ。もともとどういう経歴かさ。さっきみたいに俺のフジモンのやつ間違えたみたいに間違えちゃうといけないから。そうそう。やっぱ自らね。もう社長そう。もうビビっちゃった。ちょっとビビりあるから。どこどこ出身でどうでみたいなね。中学は信濃中学校っていうところで部活やってます。信濃中学校。長野ですね。信濃町ですか。信濃町。おお。で高校はパルセロのユースに入って3年間プレーして今。ワルスに入りました。え、ってことはまだおいくつですか。今18です。で若いでしょ。若い。で就職したんだよな。はい、就職しました。どこに就職したんだっけ。忘れた。大丈夫ですか。プレッシャーで大丈夫です。18歳ですから。いいんです、いいんです。まだね、長野日本無線マニュファクチャリングっていう会社に就職しました。知ってますよ。日本無線。日本無線ですか。知ってますよ、もちろん。あ、で、就職ね。今年から就職して、はい、さらにこのボアルースにも新加入したと。そうですね。しかも今のところチーム得点王だね。得点王、得点王18歳なんですか。そすごい。もうこの先すごいことになりますね。何点取ってんの今、6点です。もう早くも?4試合でしょ。北信越の4試合でもう6点。すごいな。なんでさ、もう、まあよく聞くんだけど、ずっとサッカーやってたのに、この18って卒業ってなってサッカーに行かないでフットサルに行ったのは。そうだね、ユースやってたんですもんね。なぜ。その中学校の時に今のチームメイトの勝田コーチ、勝田コーチ、勝田さんに勝つ、ね、教えてもらってて、でその時に選手がいるんですよ、うち、うん、フットサルやりたいなと思ってたんで、もう高校卒業したらやるって決めてたんで。決めてたんだ。もう他にもチームあったのにね。なんでボアルースそうですね。やっぱり、他にも。いや、だから、そのなんとかって、そのね、コーチに教えてもらう、その人も、こう、ボアルースで、選手なんでしょ？そこ重要じゃん。そう、勝つに教わったから、ボアルースが身近に変わった。なるほどね。で、セレクション。セレクション受けたんですよ。セレクション受けた。あ、ちゃんと。ノバがあいついいねって言って。お、そしてその結果、今、得点王なわけですよ。すごいですね。見る目。うん。まあ、そうでしょ。あるってことです。高卒ルーキー。そうですね。元 J リーガーが GM の初だと思うよ。あ、これも初？え、日本初？初だと思うよ。へえ。ねえ、監督。そうだね。監督は全部そういう、なんか肩書きみたいなのをよくご存知なんですか？なんとかけ、なんとかの人を詳しい。状況、状況ね。全体の状況を。全体的な状況を。そうそう。確認入れて。いや、でも本当にいい選手ですよ。ねえ。すごい。18歳。10代があって、ちょっと俺は意外でした。そう、てっぺいちゃんね。一番上は何歳までなんですか？あ、今いる。勝が一番上。柴田さん。柴田、柴田40。40代の人もいる。41代。41。え、選手で40代がいるんですか？そう、キーパーね。へぇー。あ、キーパー。柴田、今年役年だな、あいつ。あ。え、ね、前役、前役ですか？いや、翻訳。翻訳ですか？翻訳の選手がいるんですか。そうそうそう。秋葉神社とか呼ばれて豆巻いてる場合じゃないですよ。年男ね。それ本当そうだ。年男じゃないやん、41。セカンドに落としますか、じゃあ。いや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 。役落とす。これだけの年齢幅ってすごい意外ですね。親子だよね、41と18だったらね。いや、全然そうです。お父さん何歳？
40後半ぐらい。ああ、よかった、よかった、よかった、近いですね。俺ぐらいってことでしょ。まあ言ったらそうですね。でもそれぐらいフットサルってやっぱ交代も自由だし。うん。交代自由。そう。お、ルールからいくと。あ、そう。ね、あるじゃないけど。交代自由。はい、交代自由。あの、指さした、指さした。説明は誰がしてくれる。はい、交代は自由です。交代、サッカーは、はい、隣見て。サッカー人数に制限あり。ああ、そうね、5人だ、3人だってありますよね。ポジションの呼び名も書いてあると嬉しいね。そうだね。なるほどね。あれ、監督に説明してもらって。そうだね。あとでね、じゃあね。監督が多分ボード持ってきて説明してくれると思う。本当ですか？長いよ。監督がボード持ち始めたら、まあ長いよ。マニアックだもん。ああ、そっかそっかそっか。もうマニアック。だからね、じゃあそろそろ監督紹介しよう。そうですね。監督呼ぼう。監督お願いします。お願いします。絶対、監督にちょっとバトンタッチして。はい。すいませんって入ってください。口癖すいませんですから。すいません。口癖はすいません。大丈夫ですか？反社会勢力の方じゃないですか？違います。違います？あの、イタさんではないんですよ。南米の人でもないんです。南米の方でもないんですか？ないんです。外国の監督じゃないんですね。外国人の監督じゃないんですね。半分ブラジル人だと思います。そうですか。若い時の菅原文太さんですね。そうですね。ほぼ似てるな、そっくりですね。そう。カラサ。うちのね、監督のカラサ。監督なんですね。カラサです。唐沢さん、よろしくお願いします。唐沢です。よろしくお願いします。唐沢さん、ずっとボアルースの監督。いや、今年からなんですよ。あ、今年から。はい、そうです。今まで何をやられてたんですか？やっぱり、やっぱりそういう関係ですか？やっぱりそういう組。え、やっぱ組関係。いや。いや、だって、いや、だってさ、ね、そこ気になるでしょ？だって、ボアルースの監督。まあ一言で言うと、フットサルバカなんですよ。フットサルバカ。もうね、フットサルに情熱を注ぎすぎてる男。へえ。だからあのアウトデラックスに出てくる人です。あ、そうですね。アウトの方です。アウトの方。ほぼアウトに近い。そうそうですね。だからもうとにかくね、まあフットサルが好きすぎてこの縁がつながったというか。へえ。カラさん、長野県に B 級フットサルの B 級ライセンス持ってるのでどれぐらいいます？まあ二人ですね。二人です。二人。そのうちの一人です。二人のうちの一人。B 級持ってないと監督になれないんですか？そうそう。ですよね。今後はね。今後。今後がそういうふうになってるんで。はいはいはい。だから、まあ、カラさんの B 級のね。だから、たまたまさ、そういうレギュレーションになるよっていう話してたら、B 級持ってる人いるね、みたいな。ああ。出身はどこでしたっけ？出身は上田ですね。上田なんですよ。全員長野ですね。そうそう。もう、もう長野、ほんと長野。オール長野だね。それ魅力でしょ？魅力。オール信州。オール信州。オール信州ですよ。思いのある人間が集まってやる。そう。熱いっすね。だからね、まあそういうことで、こういう人がいるんだけど、会ってみてくれないかって言われて、カラさんに会って、その時の僕に対する第一声が、すいません。あ、まだ何も言ってないのに、すいません。ねえ、からさ、すいません。不器用な方ですかね。不器用そうやっぱり自分は。自分はとかそういう感じですよね。あれですよ、北シエズリーグ開幕戦でアウェーだったんですよ。はいはい。うわーってみんなで盛り上がって、みんなで写真撮るぜ。勝ったからね。監督だけこうやって。それはどういうことでしょう。それどういうこと。それはどういうことでしょう。説明してもらっていいですか。それはどういうこと。いや、まだこれからあるなっていう。ああ、これから謙虚な。わかる。謙虚な。わかる。わかる。都度都度。でもね、本当にフットサルが好きすぎてブラジル留学っていうかブラジルにね、あの選手連れて留学してたんですよね。あれ何歳の時に行ったんですか、ブラジルは。あの選手。一番最初はいつ行ったんですか？一番最初、27か8ですね。その時は自分がプレイヤーとして。プレイヤーとしてですね。行ったんです。何年前ですか？ 27、8って言うと。15、6年、15年前。ええ、15、6年。まだ誰もやってない頃ですね、フットサルなんて。その時、まだ誰もやってない。長野のフットサルの状況ってどうだったんですか？いや、まあ。ぶっちゃけ僕ぐらいじゃないですか。俺やっぱりそうです。そうでしょ。一人でポジション僕やってた。そんなに？ただバカですよ、もう。フットサルバカです。もうアウトにするんですかね。アウトにするんですかね。もう。
すごい。その時フットサルをやるっていう環境がないわけですよね、あんまり長野県。まあまあ、まずないですよ、ね。どうしてたんですか。どこに行ってフットサルやられたんですか。うん、だから要はサッカーをやってて、でその中でこうフットサルっていうその日本代表の人とか、うん、フットサルのどっかチームに所属したりとかあったんですか。それも一切ないですね。一匹狼みたいな。一人ですもん。そっか。だからね、チーム作らずに一人で。でも本当に、F リーグができて10年経ったところなんですよね。あ、今ですか。今年が11年目なの。あ、そうなんですね。そうなんです。だから、去年で 10周年、今年が11年目なんですよ。その前からフットサルやってたんだから、要は、だってさ、フットサルやり続けたところで、プロリーグも何もないから、その先はないわけですよ。ないですね。ほぼアウトじゃないですか。もうアウトですね、アウトから。アウト。ねえ、そうですよ。今、監督ですよ、それで。ね、いろんな縁があって、こうね、組み合わせで、はい、今年から監督としてね、やってもらってますけど、まあ、トップチームをメインに見てもらってる、うん、ボアルースのセカンドチーム、ね。そう、セカンドチーム。うん。なんですよ、とか。二軍がある。二軍ね。二軍が。そう。ベルメリオ。二軍の方も一応指導に当たったりとか。あ、はい、あと、スクールの方もね、今後、ボアルースの子供たちの。あ、子供たちのもできるんですか？あら、素敵。大丈夫ですか？大丈夫？大丈夫、大丈夫。あのね。でもね、今でも子供たちの指導はね、スクールやってるんだよね、もう。で、これからもっともっとやっていくんで、まあ、ぜひね、フットサルを学びに来てほしいなと。そうですね。そうするとね、多数一接骨院の院長先生がね、ちゃんとそういうのも見てくれるしね。なるほど。はい、割引ありで、ね、そう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 、割引ありで、ボアルース割、ボアルース割、ボアルース割あるかな、これ大きいじゃないですか。見たよね、ボアルース見たよね、30%オフ、はい、30%、だいぶ引かれちゃった今ね、急になんかみたいな顔になる。いやいやいや、それは商売ですからねいきなりそこはね、まあでもね、だから指導もやってるし、うんうん、まあまあ、ある種いろんなポジションを複数のポジションをこなしながら、まあ、やってる選手も監督もですよね。そう、すごいですね。だから、まあ、うちのクラブの今の、まあ、もう人手がね、うん、言ってもこういないので、運営側も、うん、監督含めて事務局もよ、ね、うん、橋浦さん、元の先生もね、うん、いますけど、まあ、昨日も小学校にチラシをね、監督自ら届けに行ってくれたりとか。じゃあ今度のあれですか、開幕戦。おお、はい。そうそうそう、そういう活動をみんなでやって。皆さん、総出で。総出ですよ。選手も監督もみんながそういうね。だからぜひね、なんか一回フットサル見てもらいたい。そうですね、そうですね、そう。熱い試合。すごい魅力あるし。この他にも選手いろいろいらっしゃると思いますけど、今日ね、こう出ていただいた方々見ながら、うん、本当個性というか。まあ、なんでしょう。一番個性がある事務局員がね、まだ出てない、うん。まあ、あ、そう。出します、ちょっと出しましょうか、事務局員の、ね、その2人でじゃあちょっとお願いします。じゃ監督もそこにいてもらってね。そうそうそう、監督はずっともう板つきで、板つきなんですよ、そこは。でも最初から監督一気につもりあ、そう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 ですね、気持ちでね、はい、なんか自己紹介は、あの顔をするんだよね、さつきね。あ、どの顔をするんだろうか。自己紹介は、自己紹介、はい私ボアルースで総務運営担当しております橋浦さつきと申します。よろしくお願いいたします。今YouTube 自分の携帯で見ていましたら、今の視聴率、うん、視聴者数、いいですよ。22名、そんなに見てるの？22名、すごくない？リアルタイムで？いやでも多分それはほぼ全員ボアルス長野の選手が見てると思います。選手か、はい、それだとどうする？選手全員だと数が足りてないじゃないですか。あ、そうか。あ、誰が見てないの？見てないか？何で言われるんですか？そうです、それ調べましょう、ね。次の試合に反映される。反映されますよ。次の試合ちょっと出れるか出れないか。チーム編成。編成に上がってるから。急遽URL 貼り付けてみんなでライン回せ。みんなでライン回せ早く。ね、ちゃんと見ていただいてるライブで。ありがとうございます。そんなたくさん見ていただいて。いやでもね、さつきは、うん、まあ、見たことある人も多いんじゃない。そうですね。そうそう、見覚えありますよね。あります、ありますか。もっとあれですか。あ、だんだん顔寄ってます。寄ってる、寄ってる。もっとあのチームにいた方ですね。そう、もっとあのチームに、ね、今話題のあのチームで、うん、
あの横山久美とツートップを組んで、はい、はい、だこの間言ってたもんな、今の横山があるのは私のおかげだって。あ、そうなんですね。ドイツあいつがいけるのは私のおかげだ。やめてください。そうだったんですね。横山久美は私が育てたぐらい。ああ、いや、お世話になりました。お世話になりました。さつきとか年上なんだよ、ね。はい、あ、そうなんですね。後輩でしょう。ねえ。完全に後輩でしょうか。年上なんですけど、扱いは一番年下でしたね、パルセロの中でも。なるほど。今はもうね、バールズの事務方として、事務局として、ね、仕事してくれてますよ、運営含めて。でも今まで出てきた人の中で、一番やっぱカメラ慣れがすごいですね。もうその。なんでしょうね、俺、全然そんなね、印象なかったんですけど、今日もイベントの時に、急に喋り始めた。そう、なんか、急に喋り始めた。裏方の人間だから、テレビの前には出ないはずなのに、なんか、ぐいぐい率先して、なんか、先頭前で、マイク持ち始めて、皆さん、こんにちは。言われてない。呼ばれてないのに。そう。監督と選手が出るはずだったのに、事務局が一番マイク持って喋っちゃう。素晴らしいですよね、もうマイクのね、もう使いと。そうです、大好きですね、実は。メディア好きなのかわかんないんですけど、やっぱり常に一緒にいる方が、あの、土橋ひろゆきっていう、なんか、ああ、なるほど。はい、ちょっと、感化されちゃった。感化される分が、なるほど、なるほど。連鎖ですかね。ちょっと狂ってるような言い方すんなよ。まあでも、その割に、カラさん、感化されてこないよね。そうなんですよね。監督はね、これからだと思いますよ。監督は、監督で伸びしろ半端ないから。伸びしろはすごいですよ。伸びしろしかない。もう今。監督で伸びしろ。ほら、もう伸びしろしかないですもん。もうね、ぜひね、試合中どう立ち振る舞ってるかを見てもらいたい。あのポーズですよ。こう腕を組んで、こういう感じ、ずっと試合ちゃってますから。そう。それも見ててもらいたい。割と監督ってこう、熱い監督もいらっしゃいますよね。わーわー言うような監督もいるけども。そうじゃないですか。岡田さんは割といやもうずっとじーっと寡黙に睨みつけるというこれが一つのねスタイル、スタイル、辛さスタイル、辛さはスタイル、これはちょっとまた見どころじゃないですか。まあでも踏み切りとかもね、この間もゴールした瞬間に辛さの前ってちょっとポーズ決めてたもんね。いや確かに監督の前でポーズを決めた。その時監督どうだったんですか。その時その選手喜んでますよ。そしたらもうこうやるんですよ。ちゃんと返したんですか。返す返す。監督、え、監督が伸びしろがすごいからね。あるんですね。あれはなんかの約束だったんですか。あれ約束ゴール決めた。そう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 。そういう決めてたんですか。ふみきどういう約束だったか。ちょっと見たいです。すいません、その時再現してもらって。はい、ゴール決めました、決めました。はい、監督の前に、はい、それで決めたで、はい、はい、監督に、まさかのあの怖い顔して映さなかったっていうね。ああ、惜しい。それはもう分かってて惜しい。あれは試合前の約束だった。なんか試合前に、カナさんから、お前がゴール決めたら、俺あのポーズやってやるから。監督自ら、監督が言ったんじゃなくて、監督自ら。って言って、案の定僕は決めましたので、決めましたので、決めましたよって言って、で、カナさんのとこ行って、ちゃんと、やってくださいよと。カナさんの中では、まさかこいつは点取らねえだろうと。それでも、心の準備はしました。心の準備はやってくれる。最大のミスだったんだ。まさか自分が。采配ミスだった。采配ミス、ある意味。采配ミスだったんだな。采配ミスから。それだけが。まあでも、チーム的にはもう結果オーライ。結果オーライだったんですけど。監督的にはもう。なるほど。まあでもそうやってモチベーション上げてくれるってことだよね。いや、そうですね。監督から見て、フミはどうですか。どういう選手、どういう選手。いや、ここに来て、だいぶそのやっぱこう気持ちの部分が落ち着いてきたかなっていうのは伝わりますね。じゃあ昔はちょっとふわついたとこがあった。そうですね。まあいいちょっとこう悪い時、波があったけども、波が激しかったんですけども、だいぶこう落ち着いてきたなっていう、安定感出てきたと。楽しみですね、そういう意味で。逆に鉄平とかは。鉄平はどう。監督から。まあ鉄平は
まあ高校の時にそのパルセロのユースで、うん、やっぱりしっかり育てられてるなっていうのはまずありますね。だからまあ攻守において非常にバランスがいいし、うん、であとはまあこう大人のチームにおいてそれでもみんなとこう普通にできるっていう女性ってなかなかいないと思うので、あそこでやっぱ重要なんですね。テペがここまで点取るっていうのは監督としてどうだったんですか。はい、そうですね、まあ一つはその精神的にやっぱ落ち着いてるので、うん、まあ可能性はあるなとは思ってますよ。ああそっか、海木は落ち着いてなくて、うん、テペは落ち着いてる。あっ、まあ、あ、そうだ、そういうとこだぞ、そういうとこだぞ、だ今 出ましたよ、今そういうとこだぞのやつが。もう鉄はその持ってるポテンシャルが非常に高かったので、うん、だから本当ちょっとしたところ要はまあちょっとトレーナーであれなんですけども、うん、ちょっとこう体のキレをもう少しこう良くすれば、良くすればもっともっと普通にシュートも中シュート右も左も打てるので。そうなんだよね、あれは魅力だよね。俺もフジモンはね、パンチ力のあるミドルだと思うんだ。いつも監督言ってますよね、はい、セットプレーの時にも積極的に打ち行けみたいな、ね、そうですね、あれは脅威に一番脅威になってるので、だから要は鉄がそこのポジションでいいシュート打って、でそのことによってこうチーム全体が鉄のところにマークがつくと、うん、他の選手がまた脅威になってこれるので、だからそういうことも含めてやっぱ鉄のそのシュートっていうのは一つかなり魅力ですね。でも、はい、スタートの時よりだいぶ絞れた、綺麗が ね、 そうですね、この間の練習僕ちょっとびっくりしました、ね、ありがとうございます。まあ、ね、多分 GM がちょっと筋トレしてたからだ、次は綺麗をものすごい褒めることよっぽど綺麗てなかったいやいや違うんですよ、まあまあまあ、そういうわけじゃないんだけど、はい、結構調子上がってきてんなと思って。そうです ね、僕もその周りで腹筋とかね、いろいろ筋トレしてたんですけどね、うん、いつか呼ばれるの、そうそう、いつか声かけてる、その可能性あるよね、何回か練習してるけど全然紅白戦出ますかって声かけてこないから、いつか来るかなと思って待ってるんだけど、かなり体は作ってるらしい、ね、でもちなみに僕以上に作ってるのはここにあるえ、マジっす、体鍛え上げたって社長自ら出る、週5でジム行ってます、素晴らしい。でもね、フジモンはだからボアルースのロベルト・カルロスだよね。いや本当ですよ。ロベカル。はい。ね。右左持ってますから。そういうことですね。そうですね。ちょっと待ってください。じゃあ何ですか。フットサルは全員が点数決めるんですか。守るとかないんですか。ゴレーロ今日いないね。それね、いないですか。いるんですか。一応決まってる。いるいるいる。キーパーがいます。ポジション的に。キーパーいるでしょ。ポジション的にじゃあちょっと教えてください。はい、サッカーでいうキーパーは、はい、フットサルでゴレーロね。ゴレーロ。サッカーでいうディフェンスは。ディフェンスはフィクソ。フィクソ、はい、何語ですか、ポルトガル語ですね、ポルトガル語、ポルトガル、はい、ミッドフィルダー、ミッドフィルダーはアラ、アラ、はい、フォワードが、フォワードがピボ、ピボ、はい、で名前が分かれてるんですよね、そうそうそう、ですね、だから一応そういうディフェンスとかポジション分かれてる、じゃあるんですね、うんうんうん、専門があるんですね、はい、今日たまたまじゃあ今サッカー出たらフォワード、今日皆さんはどう、今日は彼はこのタッパー見てもらうと分かる通り、もうピボですね。ピボ、フォワードです。フォワードをイメージしてもらう。で、てっぺいはアラ。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 で、鉄は両方ですね。まあ、ピボとアラを両方任せてる。もう、ミッドフィールダーとフォワード。攻めなんですね、はい、みんなね、はい。なるほど。はい、面白いですよね。そういう呼び名も違うっていうね。そうですね。ちょっと違いますね。そう、サッカーとフットサルの競技性の違いって言ったらちょっと。そう、せっかく書いていただいたんで、しっかり皆さんに覚えてもらいましょう。例えば人数のとこですよね。まず最初。サッカーが11人、そうですね。11って言いますよね。ね。フットサルは5人。うん。1チーム5人ということですね。そうです。キーパー入れて5人ですね。そうですね。キーパー入れて5人ですね。はい。だからキーパーもね、パワープレイって言って攻撃に入っていくときもありますよね。はい。戦い方として。戦い方として、うん、キーパーがチェンジして、攻撃に入っていくんです。攻撃に入ってくる。はい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 。そう、サッカーでプレイヤーがね、サッカーでなかなかないでしょ。キーパーが上がってくる、うん、最後の最後ゴール前がガラ空きって状態になるってことね。うん、なかなかない。うん、でコートの大きさ、フットサルはね、20、40。はい。あ、こうやって見ると本当そうですね。ちっちゃい半分ですか。半分か。半分以下。3分の1ぐらい。で時間。ね、45分ハーフ、20分なんですね。監督、プレイングちなみに教えてあげてください。はい、プレイングはバスケットと同じようにこう、うん、インプレ中だけを
まあ、撮ってるっていうことですね。じゃあ外に出たりとか、その時はカウントすぐカウントしない。そう、時計が止まる。そう。はい。そうですね。そこね。はい。プレイングっていう。実質どれぐらいの時間やってるんですか。まあ実質40分ぐらい。やってんねや、やっぱり。大体サッカーぐらいにはなってしまうけど、ね。結果ね。はい。なるほど、そういうことか。はい。もうずーっとその前半だけで言うと、大体40分ぐらいにはなってしまう。うん、なると、プレイング入れるよね。はい、でも結構長いんだよ。あの、うん、バスケもそうだけど、うん、あの20分ハーフだからすぐ終わりそうだなって思うけど、ね、割とプレイング時間だけだから、うん、はい、止まるんでね。ってことは要はアディショナルみたいなことは逆にないってことですか。まあ基本的にはないね。うん、そうですね。時計が20分になったらピーって終わるっていうことでいいんですよね。そういうことですよね。でここでルールのところで結構分かりにくいっていうか重要なのはバックパス。あ、これ気になるの、うん、何です、はい、これバックパスは、うん、あの自陣のキーパーが、例えばキーパーが踏みで、うん、で鉄がいまして、はいはいはい、鉄にパスをして、うん、でこれを例えばずっと自陣のところでパスをしてても相手に一回自陣で触らない限りは、うん、もう一回は戻せないってことです、ね。二度目のバックパスができないってことです。はい、相手がボールを振れれば、全然わかんないです、今。もう俺全然今、今、ちょっと難しいです。今、難しいですね。全然わかんないです、もう。ほら。つまり、どういうことですか。サッカーの場合は、もう何度後ろにね、バックパス、ね。何回も返していいんですけど。そうですね。よく、ね、パルセールよくやってますよね。よく、パルセールよくやってますよね、あれね。何度もやってますよね。何度も何度もやってますよね。得意なね。バックパス。バックパス、戦術なのかな。あれが戦略的バックパスが多いですよね。ずっとさらそれができないんですよ。逆にできない。できない。そうですね。ね。はい、一回相手がボールを触らないとできない、バックパスができない。だから非常にそういう点でルール上で、まあ、アグレッシブ。でもそういうことですね。攻めていいからダメってことですか。じゃあ、はい、そうですね。じゃあ、いつもあのチームでイライラしているところがないってことでいいんですよね。そうです。そういうことですよね。あのチームで、なんで今バックパスすんだよ、おいって。って思ってる方は、フットサル見に行ってください。そういうことです。朗報ですよ。ああ、そういうことなんだ。これいいですね。はい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 。え、そうすると交代、これね、交代は自由ですね。交代自由ですね。自由ってことはこれは、はい、何回交代してもいいですよね。そう、何回交代してもいい。一度下げた人はどうなんです？でもまた出れるんだよ。また出れるんだ。はい。バスケと同じ。同じだ。はい。休んで。はは。休んで出てっていうの。あ、なるほどね。あとサッカーで一番分かりづらいオフサイドのところですよね。あれみんなね言いますよ。これどうなんですか？どう、フットサルはない。だからオフサイドが分かんなくてサッカー見に行ってる人はみんなフットサル見に来ればいいんですよ。そうですね。それはないんですね。オフサイドがないから。そう。わかりやすい。オフサイドがないってことは、下手したらもう何ですか？ゴール前で待ち伏せ。待ち伏せ OK。待ち伏せ OK。OK なの？待ち伏せ OK。あの小学校の時ぐらいしか使えなかった。あのルールが。フットサルは OK。全然 OK。すげえ。なるほどね。そう。もう待ち伏せ OK。待ち伏せ OK。待ち伏せ OK。大きいな。そしてボール、さっき言ったで、今社長持ってる。あ、これね。これがボール。あんまりよくわかんないと思うんだけど、こっちのブルーのがサッカーボール。そう。で、これがフットサル用のボール。なるほど。これね、触ってもらうとわかると思うんですけど、ちょっと重いんですよね、こっちの方。あ、どうなの？あ、本当。全然。こっちがちっちゃいんだけど、重いんです。重いんだ。これ、ちょっとエアが入ってないんで、弾みはちょっと、すみません。重いんです。これが、これサッカー。サッカー。本当だ。ね。こっちは重いっすね。小さい割にね。だから、で、まあ、これは武田信弘のサインが入ってる。すごい。そう。でも、あそこにも書いてあるけど、サッカーボールはよく弾むんですよ。はいはいはい。5号球ね。これフットサルの方はやっぱり弾まない。弾まない。ちょっとさっき言ったように、重いんで。で、3号球って言うんですか？ 4 号球。4号球ってことですね。はい。ちょっとじゃあここでフジモンにリフティングでもしてもらいます。ちょっとそれは見てみたいですね、選手の。これはスキル出ますよ、スキルが。逆にサッカーボールの方がいいんじゃないか。いや、フジモンの得意技やって。お、やっぱ室内。おお、うまいうまい、リフティング。ボールって、サッカーボールの方がやりやすいんですよ。大きい分。軽いから。あ、リフティングもそうだけど。そっかそっか。フットサルボールの方が難しいんですよ。へぇー。おぉ
俺フジモンだったらそれできんじゃないかなと思ったんだよ。この間ヒデにやらせたら全然何もできなかったもん。あれうわぁ欲しい欲しい欲しい生放送です。いやでもほんとフットサルボールって難しくて、なかなかこうおぉからのあ、いや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 首の底にうまいでしょ。うまい。そうだからね、子供たちが例えばサッカーとかのトレーニングの一環でフットサルとかやるのとかもすごいいいと思う。あ、これね、なんでかって言ったらそう、ボールがちっちゃい分、サッカーボールの方が大きいでしょ。大きいですね。ちっちゃいボールの方が、そう、ボールの芯を捉えるのがちっちゃいボールほど難しいから、そっかそっか、ちっちゃいボールでトレーニングしておいた方が大きいボールになった時に芯を捉えやすい。なるほど、およく聞くわけだ。そうで、もっと言ったらフットサルはコートも狭いんで、あ、そうですね、相手とも近いじゃん。うんうん、そうですね。だからサッカーでちょっとトラップミスしてでもスペースがあるから、うん、なんかルートなんて許されちゃうのがフットサルじゃそれ許されない。あ、なるほどね。わ、すごいんだ。そう、でもね、本当にあのね、この間丸山桂里奈さんが来た、はい、来て言ってたけど、うん、やっぱりね、リフティングも子供たち教えてたけど、単純にするんじゃなくて芯を捉えて してないと、うん、回数ができてもあんまり意味がない。回数じゃない、要は芯をちゃんと捉える。ちょっとフジモンリフティングやってもう一回お願いします。インステップインステップインステップ、うん、これね、うん、フジモンボールに回転かけないようになるべきやって、ボールの中心を捉える。ボールにね、回転かかんないように。かからないですね。そうで、ボールの音がね、ドンドンって重い音がするんだよね、うん、音も違いますか。これがボールの中心を捉えるっていう。はいはいはい。でもね、これを子供たちはちょっとリフティングとか回数できるようにこう軽い音になっちゃって、うん、足先でチョンチョンってやるリフティングなんだけど、うん、それってね、あんまりちょっと意味がないと。実践的には芯を捉える、芯を捉えて、そう、向かい転で蹴るようになる。すごいなぁ。で、向かい転で蹴るようになると重い球が蹴れる、ね、そうなんですよ。あ、重い球になるんですね。ありがとう。ありがとう、藤本。素晴らしい。なるほど。よくあの、無回転シュートとか言いますけど、あ、それがそれですか、芯をもらえるから。あ、なるほどね。あ、そういうこと。はぁ そうなんですよ。すげえなぁ。という具合に、まあ、ボールがちっちゃいよと。で、4ボール。監督、まだですよ。4秒ルール。監督、4秒ルールって、どうやって、あれなんですか ?4 秒ルールって何でしょう。バスケットみたいですか。もうあのアウトオブプレーになったらその時点で、うん、キックインをするときにライン上にボール置くじゃないですか、はい、セットしたところからレフリーがこうカウントするんですよ、はいはい、で4秒以内にボールを蹴らないとスタートさせないと相手ボールに変わってしまう。あ、なるほど。チェンジになっちゃう。そうそう、チェンジになるんです。じゃあ割とこう考えて、うん、なんですこう出せないっていうか、もうすぐ中に入れなきゃいけないボールを。そうですね。だから、あれですよね。ボールを取りに行くときに、わざとこうゆっくり、はい、取りに行きながら、見ておくとか、ね。見ておく。中の準備させておいて、うんうん。サッカーなんてよく見るシーンじゃないですか。あれ、うん、よくこうみんなね、こう、ほら、うん、入れるときにこう何、何、うん、あ、この人入れんのかな、あ、違うんかいみたいな。ああ、なんかよく、うんうん。ああいうのはできないってことですね。そうです。あとこう、4秒のこう、あっちこっち向くやんか。そうそう、そう、それもある。それもある。あれもダメ。あかんってこと。じゃあ、あのシーンでイライラしてた人は、やっぱ複数の人ですね。あれでイライラする人はさ、そうです、そうです。すごいなぁ。早くやれよっていつも思ってましたけど、実は。早くやります。フットサルはもう。すごいなぁ。すぐや、早くやりますよ。あのイライラしてたのは全部フットサルで解消できるんだ。はいはい。これはなかなかな話ですよ。そして、ファール。ファール。まあ、サッカーはね、あそこが好きなだけファール。かって書いてあります。好きなだけファールか。ニュアンスは全然違うけど。これどういうことでしょう。まあ、フェアの中で、うん、多分サッカーはこうしてしまうと思うんですけど。まあ、正しい。まあ、もちろんあのカードもらえるのじゃない、ね。はい。もちろんフサルもフェアの中でやってると思うんですけども、この5個っていうのはそのまあ大体サッカーでいう同じように直接フリーキックですね。に値するファールをまあ前半後半だけで5回。うん、でそこから1個ってこうしていくと、うん、第 2PK っていって、うん、あの相手陣地のところの真ん中ぐらいのところに、うんうん、ドフリーで蹴れる第 2PK のそのポイントがあるんだよね。へー、はい、そこから蹴っていいと。そこから蹴っていいっていうのがあるので、ドフリー5回以上ですよね。6回目から第 2PK、ね、そうですね。サッカーで PK あるじゃないですか。俺も PK マークのちょっと離れたところ、第 2PK っていうポイントがあって、うん、その第 2PK から PK と同じようにフリーでキックができるって。はい。ドフリーなんですよ。ドフリーです。はい。キーパーはいるんですよ。もちろん。そうですね。
受け身なかったら、本当ドフリーっていうか、そう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 、ちょっと離れてるから、すみません、すみません、なるほど、いやいや、そういうことですね。で、これハーフタイムになると一回、そうですね、リセットされる、リセットされる、で、またゼロからで5回以上からまた、なるほど、いけると、そうですね。だからちょっとバスケットボールに似てんだね、ちょっとそうですね。バスケットボールもそうじゃん。ファウルの累積数によって、まああのね、フリースローができますね。あとフットサルの場合だとレフリーの人数があれですよね。そうですね。あのまあ基本的にサッカーと同じように主審と副審がいて、うん、でまあアシスタントあとタイムキーパーとかがちょっといるところが、うん、あのちょっとやっぱサッカーと違うかな。そうです。はい。かなと思いますけど、ね。タイムキーパー、そうかそうかそうか。はい。まあ、タイムがあるからキーパーがまあこういうところをここの5個のパーカウントカウントしたりとかしてるので、うん、なるほど。はい。非常に重要な役割だと思います、ね。はい。でね、はい、まあこれで皆さんお気づきの通り、うん、うちの唐沢監督は、ええ、フットサルのことだとよどみなく喋れる。気づきました？気づきました。そうですね、すいません以外を喋るのはフットサルのことだけです。なるほど。フットサルのことはよどみなく喋れる。じゃあプライベートのことちょっと聞いてみましょう。そうですね。ね、あ、まあ、今肩を落としました。急に肩を落としました。よくわかりましたよ。逆に。逆についてみてください。選手でもいいし、もうなんか聞きたいことあります？逆に。でも監督でも選手でも。ねえ、これだけフットサルが全然違うもんだっていうのよくわかりましたね、これでね。まあ競技性の違いやっぱ知らない人やっぱいるよね。フットサルってね。別物ですよね、だから。別物。そう。たこ焼きと明石焼きぐらい違いますよね。ああ、違う違う。言ったらそういうこと。うまいこと言ったぞみたいな顔してたけどね、本当に。俺やったなみたいな顔してたこれ言いたかった。これをやりに来たぐらいのものです。もういいですね。もういいんか。やりきった、やりきった。もういいんかした。でもね、まあこれだけ見ただけでも、あのだいぶ違うなというか、それが分かると思う。別物、別物ですね。そうだからやっぱ一回見に来てほしいんだよね。ただちょっと疑問が一つ。コートちっちゃいじゃないですか、言ったらね。で、あのホワイトリンクって意外と広いじゃないですか。うん、どんなもんです？なんか、こう、うん、迫力というか、どんな風な近くから見れるようなあれなんです？グランドレベルぐらいで。あ、そう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 。ね、逆にね、これサッカーもそうなんだけど、うん、同じ目線のレベルで見たらあんま面白くないんですよ。むしろ上から俯瞰で見た時の方がサッカーとかっていうゲームは。うん、まあ面白いと思ってる人が多いと思う。なるほど。ああ、そうか、全体見れるか。フットサルも、あの、ホワイトリングも2階席から見るような形になるんだけど、やっぱ俯瞰で見ないと、そのダイナミズムがよくわからないところはあると思う。という意味じゃ、そのやっぱホワイトリングで結構その見るフットサルっていうのは、なかなか見応えがあると。そうですね。すごいですね。あともう一つはね、あの、ゴールシーンが多いので、あの、そこがね。そこ一番の魅力ですよね。そうか、そうか。そうですね。わーってなれる。だってフットサルにおいて2桁なんて、まあ、よくある試合結果ですもんね。うん、まあ、あの、パワープレーの崩れとかもありつつも、やっぱありますよね。そうです。究極、フットサルで0対0ってことは基本ないってことですか？あ、でも逆にそれもまあ魅力の一つかもしれない、ね。逆にね、0対0になるっていうことも、あんまり聞かないですよね。あんまり聞かないってことですね。あんまり聞かない。本当にそんな締まった試合だったら、それはそれでまた面白いんじゃないかっていうふうになると、普段がいっぱい入る分ね。逆な見方もできますよね。そうか、そうか、そうか。だってもう、ゴールがそこにあるわけですからね、コートのサイズ考えて。Fリーグは同点になるとどうなるんですか？ F リーグは、引き分けは引き分けのままだよね。F チャレンジリーグ。F チャレンジリーグは、引き分けは引き分け。リーグ戦なので、リーグ戦だから、基本的にそう、決まんないと。引き分けってこともよくある。引き分け、まあ、去年までうちのチーム、北信越リーグ戦ったでしょ、うん、あの、引き分けって最終節だけだよな。ああ、言ったらそれぐらいか。引き分け、なかなかない。2-2か ?4-4 か ?2-2 の引き分けが最終節で、はい、それ以外は全部勝ってるんで、うん、あ、なるほど。まあ変な話だけど、引き分けは1回しかなかった。ああ、じゃあ、必ずね。そう。だから、そういう意味で、あの、得点数が多いのが、うん、まあ魅力の一つ。得点数が多いのはいいですよね。みんなでわーってなるんでね。僕、あの、よく見に行くやつ、なかなか点が入らなくてね。そうだね。まあ多分多くの人イライラしてる。それ、戦術でしょ？あ、あれ戦術なんだ。戦術。あれ戦術。もやもやさせる戦術。もやもやさせる戦術だったんだ。その戦術にもやもやしてた皆さんは、フットサル見に行けばいいんですよ。
なるほど。でもフットサルはね、本当スカッとするんだよね。スカッとする。気合入るしね。そうそうそう。はい、これが大きな魅力ですね。スカッとしたいですもん。攻守の切り替えも早いですもんね。だから。もうほぼね、なんていうのかな。切り替えしかしてないっていうか、なるほど、攻守、要はもう、それ以外のことがないんだよね。あ、そこそこそこ、途中のね。そうそうそう。で、5人しかいないから、もう1人でもなんかちょっとこう、うん、サボってるというか、うん、休んでたらもう簡単にやられますよね。はい、そこからこう、ね、疲れて、はい。じゃあもうその5人がいつでもその20分の間はずっと全力で、ずっとやってる姿が見れると。そうです。これはあれですね。結構きついですよ、選手。あで、まあ、だからこそ、まあ、交代自由なんですよね。はい、僕らがよく見に行くね、サッカーは、なんか走らない人とかいますよ。いや、そうなんですよ。走れなくなる人とか。そうそうそう。あいつ止まってるっていうのをたまに見て、イライラしてたんですけど。そうですね。交代しますから。交代するから元気、ずっと元気なのが、ぐる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 回るんだ。ずっと元気なんですか。じゃあ、なんだあいつ、また止まってるわって、イライラしてた人は、フットサル見に行けばなんだ、もう今までのモヤモヤ全部解決しましたね、これ、ボアルスで。すごいぞ。モヤモヤは全部解決したね、うん。全部解決できる。うん、見たいでしょ。見たい、今もうすごい見たくなったでしょ。ずっとモヤモヤしてますもん。いいね、だから明日あるじゃないですか。明日、そうですね。よく見に行く、モヤモヤする方ですね。だからこれ見てる人、明日もしその隣でね、怒ってる人がいたら、うん、次の週の土曜日に。7月8日ね、1時から、ワイドリンクで。そっち行った方がいいよって、ぜひね。そうだ。結構あのスタジオもやもやしてますよ。そう。うん、そっか、うん。それだな、ね。ぜひね。もやもやしてる人さあ、ええ。でもまあ、とにかくですよ。うん、その、なんです。その、フットサルの魅力というか、ね。うん、あと、ボアルースのね、選手の、その、皆さんのね、ところ、いろいろと見てきたわけですけども、うん、本題はとにかく、来週ですね。4月の8日土曜日に、うん、その F チャレンジリーグの開幕戦がホワイトリングであった。そう。そうです。ここですよ、やっぱ、そのね。うん、そうそうそう、まあ今準備をねしているところで、うん、いろんな盛り上げはトークショーも含め、うん、まあその後にはその選手たちのサイン会もありますし、サイン会なかなかないでしょ。誰でしたっけ、もう一回、誰来るんでしたっけ。あ、そのトークショーも、ね、松本山雅の片山、はいはい、ホームタウン担当、ホームタウン、はいはい、あとブレイブウォリアーズのベンちゃん、あと陽介キャプテン、はいはい、キャプテンね、和田と斉藤、そう、うん、和田と斉藤、はいはいはい、あと SC 軽井沢から諸住選手が、カーリング、カーリングよ、カーリング好きじゃないですか、大好きですよ、俺カーリングすごい好きなんですよ、実はカーリング好きなんです、はい、SC 軽井沢なんてね、本当に男子でやっとリオちゃんとリオじゃねえ、あのピョンちゃんね決めて、本当すごいですね、あとガロンズ、ガロンズ、あの須坂、お笑いの人ですか、違いますよ、違います、バレーボール、あ、バレーボール、バレーボール出た、なかなかないよね、なかなかない、そんな選手たちが色紙一枚にこうサインなんていうの、なかなかないですね、サイン会みんなでもらえそれをね、3000円でお売りしますね、売らない来てくれたら書きますサイン会があるからそこ、あてならからないんだ、すごいな、そしてね、あのうちの場合、まあ非常に珍しいケースだと思うんだけど、うん、GM のサインを欲しいって人も結構いるもんですから。あ、なるほど。なるほど。俺もね、多分ドバのサインかけるぐらい。え、もう影武者として。影武者として。ちょっと手首疲れてきたら社長自ら影武者として。裏でいきます。すごい。そうなんです。そういう、ね。まあでもそれもちゃんと会場行ったら可能だと。そうです。そうです。ね、めったにもらえるようなね、あれじゃないから。ぜひ集めて。そう、あとまとめてがないですよね、そんな、そんな、あとは、まあ、例えば今日も3人選手紹介させてもらったけど、はいはい、うちにはあの元パルセロ野沢いますしね、そうだ、はい、そして高野光平もいますし、うん、はい、皆さん、日本人の通りね、そうつい最近までパルセロ、パルセロの20番と14番がいますからね、はい、まあでもやっぱね、うん、フットサルに行ってもやっぱ使えますよ。そうですね。ねえ監督。はい。はい、まあでも真面目だよね、二人ともね。そうですね。真面目。で、公平もあいつはあの教員免許を持ってるんでね。そうです。なるほど。だからまあ本当に真面目、根が真面目というか。うん、そして野沢はもうあのご存知の通り、信州産フットボーラーですから、ね。そうですよね。松本出身で。そう、さっきのね、フジモンとかみたいに、信州さんがゴロゴロいるわけですよ、うちのクラブに。だからね、まあ本当にそういう意味で、見どころがね、たくさんある試合になるんじゃないかなと、うん、得点シーンも。
サイン会、うん、そしていわゆるパルセーロレジェンドの面々が現役でプレーしてるっていうのがあって、うんうん、そして GM が土橋っていう、うん、いいでしょ面白いね面白いでしょなんか面白いところギュギュッとなってる感じしますねそりゃそうでだって社長がねこうやって番組出ちゃうぐらいだそうそうそこがまた画期的ですけどね本当にね、二人がやる気満々なだけにね、うん、休みの我々が呼び出されるって、ね、まあまあまあ弊害も出てきますよ弊害でもねいい顔してお昼ご飯食べてたよめっちゃカレーおかわりしてたよそういうのあったんですねそういう部分があったんですね俺と一緒に生ビール飲んでたなんだなんだ楽しんだのね結構ね、まあ、とにかくこの7月8日土曜日に1時キックオフということなんですけども、はい、そのトークショーとかは、その前にやるんですか1時キックオフ前そうですキックオフ前にでは入場何時からできるんでしょう入場が11時ですで11時10分からトークショーうんなるほど午前中にねそうどれぐらいあるんですか30分特集はね、50分。50分。50分か、うん、もう12分か。もうみっちりやりますよ。やるでしょう。はい、その他、その、何ですか、キックオフ前とか、後とかなんか、実はこんなのありますよとかあります、うん、まあ、ヒップホップダンスの、うん、があったりだとか。ダンス、ね、すごいね、はい。50人ぐらいできてね。へ、ダンスチームがどうするとか。あとね、8体、鈴鹿の8体に出るバイクチームの展示があったりだとか。へぇそれがね、面白いのが、キッズ用の子供たちが、こう、またげて写真撮れるような、ポケバイ。そう、ポケバイ。ポケバイとかの展示とかもあったりするんでね。うん、じゃあ、ファミリーで行ってもそういう、ね。いや、もう楽しめると思います。そう、もう楽しめるように。ちなみに、フードの方はどうですか？フードも出ます。出るんだ。出ます、もちろん。あら。飲食可能ですから。そうですね、ちょ、はい、飲食可能可能。そう、可能。食べながら見れる。そうですよ。そうなんですよ。あれ、いいっすね。そうです、ね。その辺ももう甘いものからね。普通のお店出したいな、じゃあ。うん、いいよ。うん、いいよ。簡単。このラフな感じ。社長 OK が放送中に。簡単なね。いいすごい。で、まあ、ホワイトリングなんで、うん、駐車場もありますからね。あ、じゃあもう車で行っても問題なくすぐ行けると。あ、これもアクセスもよしということです。そうです。まあ、駐車場は、うん、また誘導員の方がいるんで、まあ、その方の指示に従っていただくと、ちゃんと駐車場はあります。駐車場も無料ということでいいですね。はい。はで、あと、あ、そう、チケットね、昨日も聞かれたんですけど、どう買えばいいのかと。これはね、ローソンチケット。ローチケですね。もしくは、長野放送チケットって言って、はい、NBS のサイトから買えるようになってるんですね。サイトですね。はい、はい、はいはい。なので、ぜひ、まあ、ローソン、もしくは NBS のサイトで買っていただけると、まあ、売りが1000円。はい、1000円。当日券だと1500円ということになってる。で、高校生500円で、中学生も500円。そして、小学生以下は無料、はい、はい。もう、ぜひ子供たちたくさん見てもらいたいなと。これね、小学生以下無料って、本当ファミリー行きやすいんですよ、本当。そうでしょすごい。あ、いいですね。まあ、なんとかね、クラブとしても、1000人ぐらい頑張ってね、入れたいな。希望は1000円。1000円。1000円じゃない ?1000 人ね。1000円じゃない ?1000 円は。1000円欲しいですよ。1000円欲しいですよ、それは。欲しいです。1000円が欲しいです。皆さんの1000円が。まあまあ、ということで、うん、でもそうですね、前売りは1000円、うん、当日でも普通に行けると当日1500円あります、うん、はい、はい、でもお気軽に、うん、とにかく1000人入るとすごいですよね1000人入ったら、まあ、F リーグのトップの試合に近いぐらいのドローン、うん、大体フリーグのトップが1000人ぐらいがベースですね、大体、うん、まあ、ただね、ホワイトリングそのものは5000人入る箱あ、5000人入るんですね。5000人の中にやっぱり1000人ったらちょっとこう、まだ物足りなさまあそうですね、ここの位置になっちゃいますけど。だけど、今日この番組を聞いてもらって、こう面白いじゃないかと、うん。なかなか見どころもたくさんありそうだな。そうですね。いう方はもう気軽に来ていただけたら、もう見ていただける。面白み、おかしみを求めてる方はぜひですね。そうです。興奮しますよ。本当に。これね、今ここのチラシ見てる限り、うん、まあ来週の8日、スタートで開幕ということですけども、はい、その後も、1、2、3、4と。まあ、とにかく、今シーズン5回ホームがあるんですね。そうだね。5回ホーム。これ全部ホームなんですね。それホームの日程です。ホーム日程ということで。ホワイトリングで全部これ、そうです。あるということで。まあ、基本的には全部ホワイトリングでね。うん。あるんで、7月8日、9月16、11月4、12月9。で開幕次第ではもうまたこう噂が噂を呼びだんだんねこっちが増えていくっていうこともあり得るということですからねえ面白い時間もみんなそうだ一時キックオフそうです、うん、分かりやすい分かりやすいでしょ分かりやすい、うん、そしてもう一つポイントがありますはい何でしょう
まあ、夏の開催は少ないんですが、うん、まあ、冬の開催が3試合ほどあります、うん、ありますね、11月冷暖房完備ですから寒くないです。そうなんです、これ大きいですね。そうでしょ、この時期あのサッカー寒いっすよね。そうです、あれ。もう一つ女性にも朗報があります。でしょ、日焼けしません。ああ気にしてる。そうでしょ、サッカー見に行くときみんな気にしてるでしょ。日焼け止めしません。日焼け止め言い方ないよ。あれ、そっか、それがないんだ。そうです、だから駐車場はある、食べたり飲んだりしながら見れる、うん、そして日焼けしない、雨の心配もないし、うん、暑くも寒くもない、うん、天気は OK。 じゃもうデートにも持ってこいってことですか。抜群です。来てもらいたいね。いいじゃない。選手と近いですか。選手と近いですか。選手はね、帰りも、うん、あのちゃんとお見送りします。見送ってくれる。写真も撮ってますよ。若干冬場は寒いかもしれないですけど。あ、そうですね、汗だくのまま見送ります。見送り、そうですね。試合終わってすぐ見送りだとちょっと、そう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 、でも一度クラブのスタンスはそうです。そうです、すごいな。とにかく接点をね、たくさん持って、地域密着です。監督さんも近づけます。そう、監督にも海木が塾長に応援してもらえる。あ、それも監督も愛想よくやってしてくれる。そうです、見送りの時は見送りの時はその時は笑う。地域密着ですから。地域密着。じゃあこの番組を見てる人にはあのポーズもまさか、あのおねだりしてみてください。あのポーズが見たいの、言ってくれた方には。これは見どころありますね。地域密着ですから、地域密着ね。あともう一点いいですか、この、相手の浜、今度のね、業界の浜田フットサルクラブ、うん、HNT、はい、これどういうチームなんでしょうか。監督、お浜田フットサルクラブ HNT はどんなクラブですか。こっちにここ来ます。はい、ここ監督、マイクあります。マイクあります。あ、どうぞ、すいません。相手チーム、はい、そうよ、相手チームの開幕の浜田どうですか。あ、もうとても若くて、うん、若い、まあ、個人の力もあるし、ええ、でチームとしても非常にあのまとまって攻守において決まり事があるので、うん、はい、まあ、非常にやっぱり手強いチームかなって。手強い浜田ってことは、これは島根のチームですかね。すね、島根県のチームですかね、はい、そうです。なるほど、若くて。で、やっぱあれですよね、ここに F チャレンジで出てくる、まあ、千田もそう、ヴィンセドールも、はい、みんなやっぱ力ありますよね。みんな強いです。強いんだ。で、今、その、うん、北信越リーグはもう4連勝ということで、まあ、今、全勝してますけども、F チャレンジリーグの方がちょっと手強い部分もあるということですかね。ちょっとではないです。ちょっとではない。だいぶですかね。だいぶです。これは本当にチャレンジなんですね、じゃあね、はい、本当に言ったら。はい。なるほど。まあでもそういうね、チーム、とにかく開幕戦ですからね。そうなんです。ホームですし。そう。その中でもちょっと注目選手とか。うん。あ、いいですか、教えてもらって。ああ、どうですか、監督。まずあの、キャプテンの。うん。23番の春山ですね。お、キャプテン。キャプテン。はい、キャプテン。キャプテン。はい。春山選手。どんなところ、どこまで。はい。どこまで野球じゃないから。違うよ。さっき、ライトで何、何聞いてたんだよ。何聞いてたの今まで。もう8連敗してね、阪神が。もうそう。それでおかしくなっちゃう。一旦外れよ。一旦外そう、その現実は。監督も迷ったよ。それはボケた方がいいのかな、みたいな。で、キャッチャーって言った方がいいのかな、どうかな。すいません、多分。申し訳ないですね。アラム選手。でも本当、あの、守りでも攻撃でも両方やって、あの、フィクソの一番下のポジションで。ディフェンスね、サッカーで。そうですね。うん。で、まあ、彼は、その、サイドで突破して、あの、まあ、シュートか、シュートパス、でやっぱり僕らの攻撃の起点になってくれてるので、おお、はい、でも彼がサイドにいるときにできる限り、まあ、僕らは仕掛けをしたいなっていうふうには一つ思ってます。まあいい選手ですよ。へもう彼もフットサルバカで、あこの間も5月まで、うん、そうですね。そうですよね。はい。スペインに4月いっぱい。スペインはそのフットサルの、へえ。今そのスペインのフットサルは強いんですか。強いんですよね。強いですね。そんな選手もいるっていうね。面白い。なるほどね。行ってるんですね、外国まで。ねえ。そうなんですよ。まあある意味だから、その原山秀、ちょっと注目してみてもらいたい。23番ね。はい。そうですね。なるほど。はい。うん。見どころいっぱいですな、本当に。そうでしょ。聞けば聞くほど面白いですね。そうでしょ。すごい面白い。これやっぱ一度見ないと。ワイディガーでしょ。うん。興味ないね。ほら。いや本当よくわかりました。だから本当ね、
ぜひ一回来てもらいたいですよね。はい、いろんな魅力が多分詰まってる、まあ、ね、うん、現場で。そう、はい、うん。見た方がいいですね。うん、見て、もし、ああ、ちょっと違うなって思ったら、ね、それはそれで、そうそう、一回来てもらったらね、うん、もしかしたらこう、ハマって、そうです、そうです。っていうね、新しいこと、人生の楽しみみたいな。いや、そうですね。ね、うん、あるかもしれないよ。いや、あるかもしれない。そうですよ。こんな面白いことかと、ね。で、帰り際に、監督、あのポーズで写真撮らせてくださいっつって、そしたら、うん、ね、どうするんですか、そうって言われたら、監督、どうしてくれるんですか、ちょっとやってみてください。あのポーズやってくださいって。言われますよ。あのポーズでちょっと写真撮らせてもらっていいですか。いいですか。その時のポーズ。あのポーズお願いします。すいません。じゃあちょっとお願いします。カメラ寄りますんで。あのポーズって。あのポーズじゃないですか。ポスターなんですよ。あ、ポスターの。はい、ポスターのじゃない。あ、ポスターのじゃない。裏ポスターの。あ、裏ポスターのも。裏ポスターのですか。それで写真撮らせてくださいって来ますよ。そうです。そりゃそうです。監督お願いしますって言われたら。すいませんじゃダメですよ。そんなもん、うん、許さないですよ。いやー。それは許さないですもん。それは許さないですよ。それは許さないんですよ。そんなに嫌なんですか。だからそんなに、そんな恥ずかしいですか。そんな恥ずかしいですね。じゃあ、もう今日はやっていきましょう。うん、これはもう、ね、その代わりあれですよ。本当にこの番組見た人だけしかわかりませんから。監督ね。もしこの監督もの、はい、見てる人が監督あのポーズって言ったらぜひともね、現場では現場では答えてあげてください。それはよろしくお願いします。それで頼む人も、もう監督は本当に嫌なんです。監督は本当はそんなこと言われたくないんです。お尻の穴見せる方がいいぐらいかもしれない。本当にしたらね。ひょっとしたらね。そうです。覚悟して、ね、覚悟して頼んでください。面白いですね。そうですね。こんなキャラの濃いね、チーム編成になってるんですよ。かったし。すごいでしょ。本当にフットサル以外ではもうシャイだという。もうよくわかった。ちょっとある意味このくらいぶっ飛んでるでしょ。いや、いや、そりゃそうですよ。もう本当に。社長から始まりね。社長から始まりね。やっぱり。うん、もうチームカラーがもう、チームカラーがぶっ飛んでるでしょう。凝縮した。ユニフォームをご紹介。あ、そう、ユニフォームユニフォーム、ユニフォームが、ユニフォームがですね、ちょっとかっこいいんですよ。かっこいい。ちょっとこれ、あの、イタリアの、イタリアの、これも今、そう。ね、そうそうそう。あ、今ね、寄ってるの、もうカメラ。寄ってる。これね、あの、イタリアの、マクロンっていう会社の。イタリアのメーカー。そうなんです。イタリアですよ。日本で初めて、日本で初めて、この会社のユニフォームを、身にまとう。すごいじゃん。で、しかも、そう。で、見ていただいて分かる通り、赤備えでございます。これはまさかの。うちのチームカラー赤。赤というのは、地球上で一番最初にできた色だと言われている。言われて。そうなんですね。で、まあ、止まれっていう、看板見ても分かるように、目を引きますよね。やっぱり目に入ってきます。目を引きます、赤。まず入ってきます。そして赤備えといえば、まあ、六門線ですよね。長野ですから。真田家のゆかりの六門線を身にまとって戦っているというのが、この、うちのユニフォーム。前線っていうのは、僕の会社です。あれは。なるほど。そうそうなんです。メインスポンサー、メインスポンサー。メインスポンサー、メインスポンサー。で、アウェイは、逆にこう。アウェイですね。キーパーではなく。アウェイは水色なんですね。爽やかな水色でございます。かわいいでしょ？はい、かわいい。これはね。ホームはかっこよく、アウェイはかわいく。そうですね。ポップは水色と白で。はい。で、まあ今日ないですけど、ゴールキーパーのユニフォームは、ホームが黄色。黄色と、ね、その時に、うん、まあ、でも黄色とピンク、ピンクもある、蛍光ピンクになっております。はい。また後々注文を受け付けますので、ぜひお申し込みください。ユニフォームね、買えるように。なるほど。マクロン、はい、マクロン。イタリアのメーカー、イタリアのメーカーでございます。イタリアンブランドでございます。なんですか、なんかいちいちおしゃれですよね、うちのクラブ。おしゃれだし、ね、社長。そのおしゃれだし、日本初みたいな。すごく多いという、なかなかないということですね。初が多い。情報が多すぎてですよ。情報はすごく多い。情報がもう多すぎて。追いつかない。だってもう正直この番組30分で終わらそうと思ったのに、今何分ですか ?1 時間ぐらい。もう1時間半以上やってます。え、本当にあっという間ですね。2時間半。そんなに多い、やっぱ凝縮してもこうなっちゃうぐらいの情報量。あるんだね。まだ出てきますよ、これ引っ張ろうと思って。いや、まあ引っ張ろうともあるんですよ。だから次やりましょう。まだね、第2回ね。まだ第2回、そうなんですよ。ちょうどいいほどいい尺が大切でございます。もうね、疲れたし。もう監督も本当、ヘトヘトですよ。普段より疲れましたよね。喋るの苦手ですからね。そう、すいません、本当に。で、この後練習なんですよ。あ、マジで？じゃあ、これはもう引き上げなきゃいけません。
ということでね、はい、番組終わりたいと思いますので、はい、じゃあ、今日皆さん、はい、ね、こちらの、集まってください、選手ね。選手に、一言ずつ、抱負が、ね、そうですね、最後の抱負を聞いて、はい。はい、後ろの方にね、映れるように。ね、あ、もうちょっと詰めてもらって。詰めてもらって。はい。一応さん、そうです。爪のソース、サイズ。あの、カメ、あの、そうです。モニターありますんで、ね。監督、どこ行くんですか監督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 あ、よかった。よかった、よかった。方法ね。どうしてもね、隠れたい。隠れたい、隠れたいキャラ。みんな見るんですよ。じゃあ、じゃあ、抱負を。お願いします、来週。開幕の抱負で。はい。はい。まあ、初めてのチャレンジリーグで、すごい楽しみなんですけど、うん、ゴール決めて、監督のとこ行って、うん、あのポーズやらせたいと思います。ああ、やっぱり好きね、ポーズが。ね、ありがとうございます。さあ、てっぺん。うん。はい、はい、若手なんで、うん、たくさん走って、点取れるように頑張ります。うん、取りましょう。取りましょう、もはい、はい、次、1問。はい。はい、北信越リーグとはまたちょっと違う雰囲気で、うん、ある意味楽しめる、自分たちも楽しめれるような試合になると思うので、その雰囲気をしっかり楽しんで、しっかり結果を出して、見に来てくれた人が喜んでもらえるような試合をしたいと思います。はい、うん、はい、じゃあ監督。はい。今日はありがとうございました。もうチーム一丸となって戦います。絶対勝ちます。はい、応援よろしくお願いします。はい、じゃあ最後ね、いや、締めはね、やっぱり締めは締めはまさかの事務局、締めは事務局の方が、うちのマドンナですから、はい、マドンナがマドンナですから、時々ね、わけのわかんない撮影してる方が何ですかそれ、あれ本当申し訳ないですね、もうね、なんでしょう、マドンナ、ね、マドンナ、ね、マドンナ役なんでね、じゃあ締めてもらいましょう。あとお願いしてたこと今日ね、持ってきてない、忘れ申します次回、次回、それは次回まとめて、散々映像取りだめしたのに、はい、まさかの忘れるっていうね、うっかりのね、すいませんでした。あ、まあ、開幕に向けてね、じゃあ、うん、はい、来ていただけるお客さんに最高のおもてなしをできるように、運営側としても頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。わかりました。まあ、とにかく今日忘れましたけどね、うん、そういったね、映像とか、うん、なんとかこれ今ね、 YouTube ライブって言って、うん、ここ配信してますけど、うん、一応ボアルースチャンネルということで、うん、ちゃんとチャンネルがありますので、うん、ガチに作ったの、そう、打ち合わせでそうなってるじゃないですかね、そうですよね、ボアルースチャンネル勝手に作ってんじゃない勝手に作ってんじゃない。それはだから逆に言うと YouTube ライブ、そのボアルースチャンネルに登録してもらうと、うんね、新しいその情報出ますよって時は情報を受け取れますか、なるほど、ね、登録しといてください。勝手に流れますか、勝手に流れますか、勝手に流れてきますか、勝手に流れてきますか、登録していただきました。いいよ、使っていいよ、いいよ、あ、もういいよ、社長は受けました、直談判です、こういうところでございます。ということで、はい、まあ、お送りしてまいりましたんで、こちらね、はい、あのまたタイトルコールで皆さんね、はい、思いっきりいいともを言って締めたいと思いますので。OK です、はい。どれですか、あの、あれですね、向こうのね、やつでございますよ。じゃあ7月8日、うん、みんなで勝てるように元気よくいきますよ。うん、はい。ボアルースで、いいともということで、ありがとうございました。7月8日ですね、ホワイトリーン、お待ちしてます。